エルガチャンネル。あ、ここ見に来ましたよ、今日は。ダム。ダムに来ました。進撃の巨人、エレン・ミカサ・アルミン、どうぞ。もうできて何年か。になるかな、だいぶ。ねえ。うん、わあ、なんかすごいね、勢いが。やっぱいいですね。なかなか来ようと思っても、来れなかったんで、やっと来れたかなと。さっきまでですね、あそこ上にいたんですよ。ね、水流れてるね。そう、あそこ上。はい、まあ今からあそこの上の方ですかね、あるんで行ってみたいと思います。うんうん。何ですか？あ、AR を体験しよう。準備だ。してみますか？はい。じゃあお願いしていいですか？あ、もしかして。そういうことですか。え？ここで見れるのかな。ここにね、うん、来るのか。そう、今一生懸命やってますけど。じゃあちょっとインストールしながら。はい。このダムカードってもうないんでしょうね。やっぱ多分上、あそこ管理センターみたいなのあったじゃん。ああ、さっき、うん、あったね。あそこじゃねえかな。どのまだあるのかな。あとでちょっとじゃあ見ます。ああ、それか、電話番号書いてあったら電話します。今日まだ平日じゃないですか、うん、で誰もいないかなと思ったけど意外にいましたね、うん、2組ほどね。わあ、もう解除されましたね。ああですね、はい。自由です、はい。さあ、どんどんほら近づいて。いやダムなんてなんか理由がないと来ないじゃないですか。なんか社会科見学とかね、ね、ああいうだけですよ。いやもう久々になんかダムに来たなと。さあ、今からちょっと年を取った私にはきつい、おっさんにはきつい。まあでもダイエットと思って、はい、最近我々ね、はい、ちょっとおっさんには健康に、ね、健康に、はい、ちょっとこの心臓を破りそうな、ね、やっぱ運動しないと、はい、なかなかできないから。いや、ね、やっぱ楽はいかんのですよ、楽はね。もう少しで、もう少しで見えますよ。わあ、でも本当なんかダムがこう壁に見えますね。あ、どうすか、どうすか、電波入りますか。入ってますよ、今。入ってますか。いやー、さっき途中途中がさ電波入らないところもあったから。さあ登ってきましたよ。お、あんなとこにあった。ちょっとまだ見せれないよ、まだ見せれないよ。いや、今こんな感じで朝ちょっとね、ちょっと雨が降ったんでどうかなと思ったんですけど、だいぶね、はい、天気も回復して、でね、ちょっとこれ見えづらいけどあそこにさーって、ね、さっき何水道管っていうか、あ、ありますね、あれめっちゃでかかったよね。あれにびっくりした。頑張ってダウンロードは行けました。さあ、あれ、これはダムカードじゃないの、うん、なんか記念のカード。もうこれは多分記念カードは終わってる。あ、これは別で、多分このダムカードはもうまだ、あ、進撃の巨人用のカードはない。ああ、そうか、うん、これはダムカードか。そう、ダムです。ダムカードはいいね。そうか、ちょっと今、結構勘違いしてたんで。これ AR、倒さなきゃいけないのかい。じゃ
ゃあ先にちょっともう銅像映しちゃいましょうか。そうです、先にじゃあ翔さんやっててもらっていいですか。はい、じゃあですね俺も今日初めていきますよ。はい、こっち銅像ですね。ああ。うんうん、なるほどいや表情がいいですよ。あのこうもうあの驚いてる、なんだこれと言わんばかりの顔してますね。はあ、さあ AR の方がまだちょっと時間がかかりそうですね。このまま同じような目線でこんな感じかな、こんな感じでこの3人は見ていると。わあ、俺も早く見たいな。ちょっとチュートリアルをちょっと今してるんでねしばらくここでチュートリアルがなんとそう、これを開くために一回ちょっとゲームをねなかなかちょっと不親切かなこれは。ああ、終わりましたよ。あ、終わりました。あ、これでもで AR、 はい、でこれが多分来たこれか、大山ダムですね。大山ダムですね、はい、はい、今日来ていますのは大山ダムに来てます。さあ今日初めて僕たちも見ている銅像ですね。お、そして AR でこのダムの上からあれなんだったっけ、大きい巨人が今名前が全然出てきません。大きい巨人があ、なんか始まったぞ。やだ、ん、お、ん、これですね。ん、ん、見える、あーあー、はいすいませんすいません、はい、後で送っときますね、画像がね。はい、はい、すいません、見えました、あんまり見えてない。いや、多分映ったとは思うんですけど、うん、ね、大きな声じゃ言えないんですけど、ああ、ああって感じだったんですけど、はい、いや、でも、どうぞ、うん、よかったっす。なんですかね、だからあれでしょ、さっきちょっと調べたんですけど、あ、ちょっと待って、あー、そんな感じっすね。こちらのこの銅像って進撃の巨人の連載10周年を記念して、あ、こっちにも書いてありますかね、クラウド、そうなんですよ、クラウドファンディングで、うんうん、ファンの人たちがね、立てられた。そうなんです、ね、だからすごいですよ ね、 ね、こういうのもねできて、うん、お返しできるんですね。いや、ほんとほんと、やっと来たかった場所の一つが今日来れました。あれ、どこでしたっけ、あと他にもこういう感じなのってありました。そうそう、あと JR の日高、あ、違う、駅の方にね、あ、北駅に、リヴァイ総長の銅像が、あ、うん、リヴァイがいるんですね、うん、という情報をいただきましたので、はい、あ、じゃあ、はい、北駅 JR 北駅の近くにあるみたいなので、はいはい、じゃあさっさとそっち行きますか。そうですね、ちょっと、はい、あ、ちょっと楽しかったですよ。いや、もう全然大満足よかったよ、ね、うん、お時間あるみたいな、はい、うん、来られてる、ね、結構間近でダムね、いや、見ることない、本当ないんで、うん、ね、だってもうこの高さのここからその巨人がっていうぐらいなんで、いやいいと思いますよ、夏休みとかね、いいかもしれないですね、うん、ですね、
駅の方にじゃあ、はい、向かいますか。はい、リヴァイを見に駅に行きましょう。はい、それではこれで一旦終わります。エルちゃん、そうですね、大山ダムから、ね、大山ダムから移動すること、はい、20分ぐらいですかね。20分ぐらい、今日田駅前に来てます。はい、こっち日田駅ね。でちょうどまあお腹も空いては来たんですけど、先にね、はい、こっちにもですね、銅像があるってことでやってきました。はい、進撃の巨人来たですね。はい、スマホの壁紙を入手せよってありますよ。してみましょうか。はい、あの日田限定。じゃあまた丸にお願いして、ただあの想像が一個もついてるんですけど、いいですか。なんでこれじゃないかな。これじゃないかなと。そんなね、少佐、そんなアンチだね。いやいや、あ、この銅像のですね、壁紙ですね。ああ、はいはいはい、くそ、違った分なんかちょっとそれはいいなと思っちゃいましたよ。なるほどなるほど。あ、でもなんか結構 あれ観光客か、うん、バスから降りてきてなんかみんなゾワゾワ集まってますよ。日田駅、ここにですねあるのはリヴァイ兵長、うん、リヴァイ兵長、そうです、の像なんですけど、絶対こっちの方が、いや言っちゃいけないけどリヴァイの方が人気がやっぱ高いじゃないですか、うん、全体的に。なんすごい、あのもう取り囲んでますよ。ひょっとすると海外の人っていう可能性もありますね。ですね、今ちょうどバスが到着して、うん、ドヤドヤってみんなあそこ集まってますんで、あ、でもほらやっぱちょっと海外、結構ね、九州、あの結構台湾とか韓国のね、はい、お客さんがここ最近ですごく多いので。そうです、九州ね、うん、ですね、多いかなと。いえいえ、ちょっと我々も、はい、日田駅初めて来たの、うん、ね。本当日田駅。日田って書いてあるの。うん、でも海外もやっぱね人気なんですね。うん、さあって言ってたらですね、もうここにリヴァイが来ましたよ。ちょっとね、他の人がね いるんでちょっと違うのから行きましょうか。スマホの壁紙を入手せよ。あれ、またですね、いやこれもいやさっきのと一緒でしょ。ね、あの、あ、このシーン嫌いじゃないですよ、この最初の方のね、うん、このあ、やっぱちょっと違いますね。違うじゃないですか。はい、この銅像の、なるほどなるほど、してますね。あれ、また AR を体験せよってありますよ。してます、だからまたちょっと後で、あ、鎧の巨人、なるほど、ちょっとじゃあもう VR で、そう、全部さすがに同じのでは終わらせないってことか。ただ北をこうね巡っていくとやっぱこういろいろ、なるほどなるほど、うん、ちょっとミストが、あのね、さっきからミストがやっぱ飛んできてるんですよ。はい、はい、さっきのダムみたいな感じじゃないっすよね。うん、いや、あれも良かったんですけど、条件を利用した兵士のみに与えられる特典、これは回らないとここは見れないってことですか。あ、なんすか、やっぱなんかそういろいろ、うん、ミッションがあるんですよ。あ、ま、AR があと2箇所、そう、ミュージアムと、なんすか、フォレストアドベンチャー。あ、そう。じゃあそれはもう、そうですね、さ、ね、来てされる方がするといいんじゃないかなと。ロックされてましたね。はい、もう私は銅像さえ見はい、あの銅像さえ見れたらということで、銅像、
ぱテンションが、ね、上がりますね。ですね、いいですね。またこのワンピースと違う感じでまたいいですね。うんうん、うん、幼かったですね。こんなもんでしたっけ。こんなんですね。この、うん、墨入れてないからちょっと目が見えない。いやーなるほどなるほど、いいと思いますよ。これもね、多分同じ構造でクラウドファンディングにこれも、あ、なるほど、そう、はー、おー、 OK です。終わりこれですかね。終わりですか。まあ一応これで、はい、あ、終わり。 VR はね、あのできなかったんで。あ、なるほどなるほど。あ、終わりですかね。そうですね、あの下撮ってるから、下もね。はい、あのさっきからみんなあれやってますよ。翔さんも下は大丈夫ですか。あ、一応さっきちょっと流れ取ったんで OK っすよ。ウェルカムと親し、愛がないっすよ。で、あそこに自分が入れば愛になるという、あ、そういうことですよ。あ、いる自分が愛になるっていう、あ、そう、自分がここに立てば親になる。だからさっきからなんかみんなここ立ってたんだ。そういう、ああ、で、そう、それは後で取っときましょうか。そうね、そういうこと、うん、そういうことです。遊び心がね、あると。なるほど。OK です。じゃあ、こんなもんで、はい、じゃあ終わろうかな。そうね、ぬるっと終わりますけど。OK。 でもあと、この後ミュージアム、そうですね、ちょっとミュージアムの方に寄って行くでしょうかなと思います、ね。じゃあそういうことです。